第5回目となりました。声優ボイストレーニング講座のお時間です。講師は私つばさんでお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前回の微濁音、これの引き続き補足の説明、補足のレッスンに入りたいと思います。通常〇〇がなど、もしくは大学などそういった言葉に濁音ではなく微濁音が入るとお教えしましたが、数字に微濁音になったり微濁音にならなかったりする言葉があるので、そちらを参考程度にお伝えしたいと思います。まずこちらに書かれている七五三、十五夜、ためごろう、こういった言葉はすでにこちらすべてで一つの意味がなしているので、これを数字とは表しません。十五夜も書かれていますけれども、これそのものに意味がありますので、これはすべて七五三十五夜、ためごろうなど、すべて微濁音になります。そして微濁音にならないのがこちらの下ですね。第15回、第16回、第17回、数字が変化するところ、こちらは濁音になってしまうと第15回など何回かわからなくなってしまうので、こちらははっきりと15回と発音します。同じく昭和、平成などの年数、年号をお伝えするときも55回などと言ってしまうととても見苦しくなりますので、55回しっかりと発音してください。そしてさらに例外があります。微濁音にならない言葉として外来語、ガラス、窓ガラス、プログラム、エネルギー、こういった言葉は外国の言葉をカタカナに直しただけなので、こちら3つともがに点々、かに点々のが、プログラムのくもくに点々のぐ、エネルギーのぎもきに点々のぎになります。そして外来語の微濁音にならないのにもかかわらず例外の例外というのがありまして、イギリス、これは和製英語です。通常はユナイテッドキングダムでしたかね。日本だけ使われている言葉なのでイギリス、そしてこの2つについてはくの前にん、この前にんが入ってしまうことによってどうしてもギャングとなってしまうんですね。キーワード一つ取ってみれば無理やりにでもギャングと言えるんですけれども、流れで言うとどうしてもギャング、タンゴが入ってしまうことによってコとクが丸になってしまいます。例外の例外なんですけどね。そしてよいしょ、擬音語、擬態語、何かイメージしていることを言葉に表すときによく使われているギラギラ、
ギラギラ光るとかね。そしてゴトゴト音が鳴る、ゴトゴトギラギラ、これは微濁音にはなりません。ニヤニヤとかゴトゴトとかは言いません。そして接頭語、こういった音、このままだと行儀、これに音をつけたとしてもお行儀にはなりません。ちなみに行儀の場合、最後の儀は微濁音です。お行儀の儀は微濁音にはなりません。お元気も元気も濁音ですし、おをつけてもお元気になります。間違ってもおかまのような言い方でお元気にはなりませんよ。わかりましたか？はい。と、微濁音はとても難しいですけれども、こういったことを頭の片隅に置いていただいて、学校、養成所に通ってください。では、以上です。さようなら。